中日高橋宏斗投手が26日、バンテリンドーム名古屋で行われた先発投手練習に参加。28日に行われる本拠地での広島戦に今季初登板する見込みとなった。チームはビジターでの直近6試合で1勝5敗。最大6あった貯金は1と減っている。27日から始まる広島戦の2戦目を務める高橋は頑張りますと一言。期待の若手が優の未来を切り開く。ずっとお前を待っていました。石川も福永も来たし、エンジン採点かや。本当に頼もしすぎる。今年22歳とは思えん。職場でクソでかい声出たわ。あのトラを倒すにはヒロトがどうしても必要だ。なんかやっと役者が揃ってきた感ある。もう一回単独主演って言葉を聞きたいよ。ヒロトは2軍にいていい選手じゃない。わあ。ドラドラ情報局をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録コメントもよろしくお願いします。